学研都市線には、謎のダイヤが存在する。その光景は、両田鍋で見ることができるらしいので、両田鍋に行ってきました。今回はなぜ、このようなダイヤが生まれたのか、考察しています。まずは、実際にその光景を見てもらおう。14時50分に到着した快速電車、5分間京田辺駅に停車します。その間に留置線から回送電車が発車していきました。そう、快速電車を置いて発車してしまったのです。では、なぜこのようなダイヤが生まれたのか。理由は学研都市線のパターンダイヤを見ればわかります。この前を走る区間快速は四条縄手で始発の普通列車に接続しています。なので、松井山手に昼間、普通列車はやってこない。しかし、快速は基本的に四条縄手で松井山手始発の普通列車と接続を行います。そのため、区間快速と快速の間に普通を入れなければ、運行間隔がかなり空いてしまいます。しかし、こう疑問に思った方もいるのではないか。それは、回送電車が発車して数分後だと四条縄手までのろのろ運転にならないかと。しかし、そこは大丈夫な模様。この列車は京田辺で5分停車した後、大隅で3分、松井山手で3分止まります。そう、3駅連続で停車、時間が多めに取られているのです。でもよくよく考えたら、普通列車に配慮する快速ってやっぱり変ですね。快速が廃止されない限り、このダイヤは残り続けると思うので、皆さんもぜひ、学研都市線の名ダイヤを目の前で感じてみてください。ご視聴ありがとうございました。